はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースアンリミテッドの方やっていきたいと思います。さて今回なんですけども、はい、まあ今ウィッチと言ったらドロシーなんですけども、今回は超越ウィッチ使ってやっていきたいと思います。はい、この20個そのね、次元の超越、次のターン、自分の次のターン、相手にターンを渡さず自分のターンを使う、あの呼び寄せるというかね、はい、そんな感じなんですけども、まあそうですね、序盤に次元の超越を手に入れて、マジックオールやスペルカードを使ってコストを下げていくっていうのが昔のやり方というか、大体の方のやり方だと思うんですが、僕はちょっとあのライオを使って、あの序盤手札に来たらそのスペルブティックで頑張っていこう、7ターン目までに来なかった場合はライオさんの、デッキすべてをスペルブースト Q するっていうやつで、短縮して手札に来させて超越しようって感じでございます。ちなみに今回は、まあ、この4コストのやつですね、こいつが、戦ってくれるフォロワーになります。その他は全部スペーブ要因となっております。ということで今回超越ウィッチやっていきましょう。ネタデッキです。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さてそれでやっていきましょう。お相手さんはビショップ。へえ、ビショップエイラだったらやばいですけども、まあ炎の悪撃も3枚入れてますので、ルーンブレードサムナーが来てしまった。だが今はいらない。微妙。まあ2コストまでのアイテムフォロワーとかを返せる虹の輝きはかなりいいかなと。多分1ターン目、そうですよね、黄金の鐘ですよね、エラですよね、多分エラでしょう。これはおー、マナリアの知識開きましょう。防塵、まあ防塵か、マダンの方が欲しかった気もするが、2ターン目、おー鐘2枚目、鐘2枚目ですか。あー防塵しかねえな。虹の輝きはちょっと今腐るね。いらないね。白河の神殿であるならば、あら輝き、これで輝き返しましょう。輝き返し、金を返しまして、知恵の光かなと。悪劇が来たはいいが、でかいフォロワーが出た時に取れないな。ウィンドブラストがあるっちゃあるんですけど、お相手さんのマーウィン、お互い PP が1ずつ増え、手札を1枚ドロー、体力も1回復します。ですがお相手さん進化可能なターンではないので、そうですね、これはウィンドブラストで取れる。ルーンブレードサマナーが手札に来るだったら、まずマジックミサイル、鳥が来たか。だったらウィンドブラスト取っておいた方が良さそう。なるほど、ウィンドブラストは取っておきましょう。でエンジェルシュートが来たんで、これでワイトさんがエイラーを出した時消せますね。ゴーレムの2点ダメージやっていきますよ。ルーンブレードサモナーが最低、いや2枚超越が来れば10でもいいんですけど、あーステータスね、サックス、わーお守護の陽光、マジで珍しいカードが入ってるもんだな。サタンさん、やっぱりそうだよな、こっちの心を折るためのショップ、であるならば、そうですね、お帰り願いましょうか。ただ、守護はもうついた状態なので、ずっと守護はついたまんま、1枚エンジェルシュ、マジミサでドロー。ですね、7ターン目までに何でした、ライオが来なかったことを想像してなかったので、これどうしましょうか。ライオが手札に来る前に3枚ね、この後超越が来たら無理ですね。ブローディア、あーちょっと、うん、いや、うん、ブローディアはどうなんだろう。これは
グローディアの効果は、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいけど、アミュレットが消えればいい。ライオが来ない。真実の世界の本質。お、来たー来たー来たー。びっくりびっくり仰天の助。OK、これで、デッキに残る3枚のね、次元の超越ステブ9されたので11までいったのかな。石森星も誠実なる殿よ。石森星も壁が破られた。なんだっけ、セリフ聞く前に攻撃するから分かんねえな。ライオン、魔法典で取られまして、守護の陽光からの、おお、鉄槌のハゲ、鉄槌のハゲお、輝き3枚目。じゃあ帰ってもらって、そろそろ超越が欲しい。コネ、超越をください、超越をください、超越来ない。超越が来ない。超越来ないんだが、エンジェルシュート、まあエイラがないって分かったのでエンジェルシュートでハゲ、悪撃残りよ。あー、じゃあこっちのモンドルグレード様で出しましょう。10 取れるかこれ、お相手さん取れるかこれ、これなかなか取れないと思いますけどね。どうわはははは、そうでしたね、エンジェルシュートありましたね。で、守護の陽光で、ターンエンドか。なるほど、であるならば、きたー、次元の超越ステブされて11コストエンジェルシュートでこいつをさようなら。いいね。で、知恵の光、これ何やっても手札あぶれるな。うわ、ルーンブレード様な。ウィンドブラスト、新たな知識を。どうすか、次超越燃えたら笑う。まあ、別に燃えてもまあ問題ないですけど、サタン2枚目とは来なかったか。アミュレットが場にある限りダメージがな軽減されるんだよな。うわ、鳥、鳥か、まあいいでしょう。OK、手札、マナリアの偉大なる研究。これね、あのクラークを増やすってことを考えてたんですけど、まあいいか。悪役マイビー、これほどとはからの、世界の本 質。クラーク、新たな知識で、新たな知識、これでちまちま削っておりますよ。次元の超越2枚目、超越がゼロコストになるな、これは。クラーク、新たな知識、新たな知識を。で、術式、これで超越はゼロコストになったが、今使うとダメなんですよね。今使うと、あの次ターンが回ってくるだけなので、ダメなんですよね。どうだ、わあ、超回復したね。それはダメですね、やばいですね。あのアミュレットが邪魔なんだよ。ああ、燃えてほしくなかったな、それ。ルーンブレード様ならとりあえず行って、あ、勝ちかこれは。23、次元の超越するじゃん。で、エンジェルシュートであれ消せばいい。消したら消えるよね。消したら消える、それは消えるでしょう。オッケー。これで、23点ダメージがフルで通るわけですね。まさか1回目で成功するとは思わなかったぜ。ネタデッキとしては楽しいんじゃないでしょうか。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。